はい、おはようございます。今日は高取やってきてますけどね、吉野の方も見えますけどね、吉野口かね、吉野口も見えます。それからこちらの方が高取の町役場があの辺かな。でずっと東に降るとね、飛鳥村ですよね。で高野街道でございます。塚明神古墳、塚明神古墳、違う、わしが行くのはね、その前に御神谷天皇陵に行くんですけどね、草壁の巫女さんの墓なんですけどね。あ、どういうことかね、そういうことか。御神谷天皇陵はどうもね、違うんじゃないか言われてるんでね、塚明神古墳の方がね、神陵じゃないか言うてね、言われてるんやけどね。じゃあそれもいっぺん、そうやね、後で研究所行ってみようか。あ、ここに石棺の木屋かなんかなかったかな。あら、ここから見えるやん。ここからほら、もう見えるかな。これはね、これ御神谷天皇陵でございます。あれ、のろし台だったかね。のろし台、あれ、のろし台だったかな。あの頃もね、飛鳥時代も大変だったんで、今の現在のね、世の中と一緒でね、今ロシアがウクライナを攻めてるけど、あれは白村江の戦いかな、あの後に飛鳥に向けて九州からね、のろし台ずっと作ったんですけどね、何キロだったかな、大体20キロぐらいの間隔で作ったということですからね、かなりの数あったんでしょうね。大体3人も4人も貼り付けて大変だったみたいですよ。あれはいつかね、あれは西米天皇が亡くなった後ぐらいかね、白村江と。今現在はね、この上からこの上からね、衛星を飛ばしてるから、日本もね、7基やったかな、そこから見てますから、そんなことでもないけどね、大変でございますわね。2、3日前は中国軍とロシア軍のね、爆撃が日本一周してましたからね。ちょっときな臭くなっとるけど、まあそういう歴史もあるんでね、日本もね、昔怖い思いをしたみたいやけど、攻めてくると思ったんやろね。あれ、のろしで作ったんだやったか、天智天皇やったかな、天智天皇ぐらいの時代ですよね。これのろし台かね、これ古墳かね、分からんね。まあ見た感じは古墳やな、これ。御神谷天皇陵の看板かなんかないんかね。まあここ左入ったらどこやろうけどね、はい、ここにあります看板。せやな、御神谷天皇陵が 80m、塚明神古墳 380m。 これまっすぐ行ったら塚明神古墳行くよね。御神谷天皇陵は調査してないかな。 あ天皇陵だから宮内庁管理で調査できへんねんな。そういうことでございます。今日何回か来とるけど、いつもね、こうなんか掃除してあんねんけど、今日はやってないから、ものすごい音ばっかりするんだけど、今日やってない、珍しいね。お、ここ舗装されたかね、これこれ神社でございます。これ鳥居、これ違うね、鳥居あの奥にあるのか、あの奥にある鳥居はね、はい、鳥居よりもね、今日はこっちやりさしとこう、ご挨拶を。御神谷天皇陵でございます。お、回れるのか、これ回れないやろな、これ。あとちょっと覗いてみようか。お、誰もいらっしゃらんか、行きよう。はい、御神谷天皇陵。内部休業でございます。ああ、一応ね、あの、柵なんか作ってあんねんけどね。これ、斜めはね、正面から見られへんのかね。残念でございましたね。正面から見れませんね。回ることできるかね。ああ、無理かな。あ、上がれるかね。ちょっと見せてもらいたいんやけどね。お、これ、あ、いや、いけんか。柵してあるな。残念ですね。ちょっと下から、横から、ちょっと歩いてみようか。あ、上がれないかね。残念かね。どうなってます、これ。マウンドは見えないかね。見えない。あ、上ちょっと見えないね。残念でございますね。
これどうも女将座線の量は後で作られたことになってるからね、後でどうなんだろうね。この石垣なんか新しいもんね。まあ可能性としてはね、明神古墳の方がね可能性高いかな。じゃあ見れないから見れないから塚明神古墳に行きましょう。見れないね、これは。塚明神古墳も残ってないんだけどね、ここから 400m ぐらいですわ、離れたんですね。はい、ありがとうございました。このマウンドはもう本当にね、円墳があそこにねあるような大きな円墳がね